でも面白い仕事をさせてもらえるようになったのは、あ、自分の、まあ、過去の努力のその蓄積、そのおかげでもあるでしょ。仕事をさせてもらうっていう感覚が多分パックンと僕の違いかなってちょっと思ったんですけど。そう、させてもらうんじゃないですか。メディアの芸人さんとかタレントさんって発注ありきじゃないですか。僕別にあのメディアに出たくてやってるわけじゃないんで裏方が好きなんですよ、基本的には。誰かにが仕事をくれたからありがとうっていう感覚があんまないんですよ、ね、そうなんだ。まあ、例えば人前に出てなんか喋りたいんだったら別に自分で YouTube で喋り続ければいいじゃんっていう、うん、で動画じゃない時代だったらサイトで2チャンネルみたいなところでなんか書きたいこと書いて読む人がいればいいじゃんとか、露出を得るということを他者に頼る必要がないっていうのでずっと僕は生きてきたので、まあ僕も、まあ、露出はありがたいと思ってるけど、それ大体面白い体験とかこういう対話のチャンスにつながるからでもあるんですよね。僕はひろゆきさんと違って、YouTube、YouTuber ではないし、一人で喋ってて、大して楽しくないんですよ。でも、ひろゆきさんにこうやって対談できることは、すごく嬉しいです。でも、それができたのは、まあ、ひろゆきさん側が振ってくれたおかげなんですけど、過去 の努力の報いだと思ってるんですよ。これ、ひろゆきさんの番組にも呼んでもらえた存在になれたんだ、よかったねって毎日思ってるんですよ。ひろゆきさんを雲の上の存在だと思ってるんじゃなくて、面白いやつだと思ってるから、この対談は面白いもん。これお金でも払ってやりたいぐらいです。払わないけど。でもそれができるようになったのは努力のおかげであって、その努力をした自分を褒めたいわけ。